くれて。叩いてる。変だったよねあれ。そうなんですよ、めっちゃ変なことしちゃったんですよ。結婚して無理です、ちょっと前髪ボサボサなんで無理です。そう、なんか間違えちゃったの、いろいろ間違えちゃって、段階をミスったので、ちょっとまず説明させてもらいます。あのメールは昨日作ったメールなんだけど、画像は今日のです。だからもうマジで意味わかんないことになってる昨日6通目に送ったメールが画像が大きすぎて届かなかったんですよ。でそれで今日絶対送ろうと思ってて、今日の6通目に送ろうと思ってたんですけど、そう画像変えて、もう時間がなくて急げと思って画像変えて送って、よく見たらなんか明日はバンバンいいみたいな書いてあってやばみたいなそんなこと書くなよって昨日の自分に思ったんですけど、明日はボンバーイじゃないです、すいません。明日は全然ボンバーイじゃないんですけど、明日はボンバーイみたいになってました。マジで全然ボンバーイじゃない、明日は。すいません、なんか変な感じになっちゃって、変な気分にさせちゃっていや普通にねそのままいけるはずだったんだけど、普段そんなこと書かないくせに。お、ありがとう、届きました。そう、明日はボンバーイなんて普段書かないのに、今日にねちょっとそんなことが起きちゃって、すいません、理解してください皆さん、私のミスを。そう、焦ってたんですよ、めちゃめちゃ写真は今日のです。ちなみに送ろうとしてた写真が何だったかもう分かんなくなりました。見れなくて、私も多分大きくて容量が見れなかったみたいです。すいません、変な気持ち悪いミスをしてしまって。私もねそんなことしたくないんだけどね、不注意でした。普通に変なこと起きちゃったの。いらんこと書いたわと思って。そういつも明日何するかとか別に書かんのにね、失敗しちゃった。湿気がすごかったみたいで、雨降ってたから前髪が帰りでこんなに崩壊されちゃった。雨に負けました。うん、悲しい。まあやり直せって感じなんですけど、ちょっとね固まってるからできなかった。バシバシだから。ミラボありがとうございます、ありがとうございます。特区くんありがとうございます。わ、薬飲んでない、ありがとう。薬飲んでないです、もちろん配信するとはこの場所に置いてあるのに全然言われないとね、薬が見えないありがとう、教えてくれて。これで明日も私は花粉に勝てます。今飲みました。なんか今ご飯食べたいんですよね、めっちゃご飯食べたい。今日めっちゃご飯食べたいんですよねメンバーとも喋ってた、今日めっちゃご飯食べたいねって。なんでですかね、雨だからかな、活気あるかな。今日めっちゃご飯食べたいやーと思いませんでした。私たちだけかな、楽屋では共感の嵐だったんですけど、何回もお腹すくんだよね何なんだろう。今は大戸屋の一番好きなやつ食べたいです。黒酢あんみたいなやつが食べたいです。だから明日早く起きたら絶対ご飯ちゃんと食べます。食べてないのって、めっちゃ食べた結婚して無理です、前髪がボサボサだからね。
とこ横毛もボサボサだから、もういいな。マジで今日めっちゃね、だって会場着いた時もう全然お昼午前中だったんだけど、お弁当食べてでスタバも行ったし、お菓子も食べたし、ご飯またもらったの。めっちゃ食べてるのに何回も食べちゃいました。あ、ゆきちゃんと一緒に薬飲むいいじゃん、一緒に飲もう。いっぱい動いてるからかな。え、全然動いてないんですよ。わかんないけど動いてる方なのかな、どうなんだろう。クロさん大好き、チョコ食べちゃった。いや、チョコぐらい全然いいよクロさん、ゆきは鶏と野菜のクロさんが大好きです。それかなんかネバネバのやつを食べます。どっちか、大手屋行ったら。結構食べた、結構食べてるこれ。でも11時とかですよ、1食目で。まあ普通の人と同じぐらい、ちゃんと昼と夜は食べた。朝は起きてないから食べてないそう、どら焼きもらったんです、美味しかった。あれよくなんか差し入れでいただくんですけど、いつもはあんま食べないんだけど、ちょっと本当に今日はねめっちゃおかしくて、いっぱい食べたいっていう人だったから食べました。え、大戸屋行かない人なんているんだ。大戸屋めっちゃ行くよ大好き大戸屋。ネバネバも美味しいよね。黒酢手引きには、そうなんだ。両国のチケット購入しました。あ、やった、ありがとうございます。今日ね、新しいビジュアルっていうんですか、ポスター、私のなんか試合のポスターみたいなのが出てて、めっちゃブルーで可愛かったんですけど、あのベルトの色って結局ブルーなんですか。なんかちょっとあのベルトの色が気になりすぎて、ちょっと今日話になんなかったですね、本当にベルトの色本当に分かんない。前はさ違う色だったよね、前言ってたのは前言われた色はさブルーじゃなかったよね。今回はティファニーブルーになってましたね。エメラルドグリーンって言ってたよね、この間はいや、使ってる、作ってる人が違うんだろうな、文章を。どっちなんでしょう。わかんないマジでわからん、難しい。でもあの別にどっちでもいいですはい、けどどっちなんだろうって思ったよね。だって前はブルーだと思ってたから、あの緑なことにびっくりしちゃって、えみたいな。そう、試合前にえってなったのめっちゃ覚えてたから、あれブルーなのって今日はなった。難しいよね、どっちでもいいんだけどさどっちでもいい、じゃあどっちでもいいです。ただ試合に負けてベルトがなくなっちゃうことは本当に良くないことなんで頑張ります。結婚して、無理なんです前髪がちょっと今日不調です無理なんです、残念。大さんのために勝ちましょう、頑張ります。応援しててください。ソロダンスとは欠かせた。そうなんですよ、ついに私の番が来ましたが、みんな見てくれましたか。 TikTok と YouTube ショートと Instagram に載ってるらしい、どうやら。見てくれた？ YouTube ショットちょっと見てないんだけどそうらしいですよ。全部で見てください、全部。後でコメント見に行きますね、みんながいるかどうかちゃんと見に行くので見てください、よろしくお願いします。ふくらはぎ良かったです本当ですか？
そう、バレー金なんで、どうぞ見てください皆様。ゲーム見てね。コメント待ってる。スカート短く感じる短くないよ私全然。私は全然短くないって衣装さんが言ってます。もっとギリギリ攻めてる子いっぱいいるから今回私のサイズで作ってくれてるからね。ふくらはぎに吉悪しあるんですか？吉悪しあるのかな？どうなんでしょう。ふくらはぎは発達しました。前にバレエやってた時に多分。でも運動してなくても別に落ちない。もうずっとあれそう、足長いか、足長いですか知ってます。なんかもう足が長いことにはあのスキーに入って気づきました。いっぱい言われるから。ありがとうございます。足長いんで見てくださいミキは多分膝上が長いです。膝上が普通じゃないですそう、膝下は意外と普通なので膝上が長いんですよね。いろいろ人によると思うけど。結婚して、無理です。今日はダメなんです。もう髪がボサボサだから。ほら言ってじゃん、前髪がボサボサって。ダメ。そう、普通じゃないの。マジ普通じゃない。なんかね、ほんと普通じゃないの。なんでかはわからんもうなんでこうなったかはわからんけど普通じゃないんですよね。足がちょっと、おーちゃんと並んでると思った。嘘、ほんと、膝の高さ一緒だった。それは結構恥ずかしいんだけど、身長全然違うのにそうでしょ。まあでも仕方ないよね。そう、膝上だけなんですよね私が長いのってマジでそうなんです。気づいてくれてありがとうございますそう、お尻さんとも変わんないんだっけ。やばいね。そう、昔ルンルンとも一緒だっていう話になりました。本当だ、おーちゃんと膝の位置変わんないの。嘘でしょ。嘘でしょ、やば、怖、怖いです。やっぱここ膝からがちょっと長くて、で上半身がちょっと短くて首が長いんで、よろしくお願いします。覚えててください皆さん、私の体型をそんな感じなんで。あ、ミラもありがとうございます。お、22日目。うわ、めちゃめちゃ来た。ありがとうございます。今日は3月5日。ありがとう。みんなの体型はどんな感じですか？みんなは普通ですか？どうですか？でも私一時期首を鍛えすぎてめっちゃ首が太くなった、なってたんだけど、今首細くなったか顔が大きくなったかな、どっちかですミラもありがとうございます。やったー、ありがとう。どっちだと思う？みんな
からん。普通です、中肉です。体験見ないでください。ありがとうありがとう。体験見ちゃダメなの？お腹がぽっこり、覚えてきます。手は長いけど足短い。え、私手はそんな長くない気がする、多分。自分はスマホ首、あ、前出てるやつ。私はどうなんでしょうね。私は反り腰です。あれ、反り腰って言うんだっけ、あれ、わかんないや。スシュー高い、確認しよう。ぜひ、じゃあ皆さんピチッとした服で着てください。通称都会までになんとかしたい体型です。本当に？私と一緒に頑張って痩せよう。足でわかる？嘘、すごいじゃん。体型意識したことなんか意識してみる。意識してみて、ゆきと比べてみてください。多分ふくらはぎは、ふくらはぎまでは一緒。私あの平均的なんですよ、多分。そこからはちょっと普通じゃないところが始まります。そう、そこからちょっと普通じゃないなみたいな感じになる。そう、体重が減らなくて困ってます。仕方ない。え、やばい、終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう、やばい、終わっちゃう。無事9分だったんだ、気づかなかった。普通に配信してたよ。皆さん今日もありがとうございました。おやすみなさい、また会いましょうね。すいません、バタバタしちゃって。バイバーイ、また会おうねー。